こんにちは。ここは旧企画で、今日は日本時間5月12日です。東京都江戸川区2月殺人事件の最新ニュース査関係者の昨日のように、表ミュー級容疑者事件当時、ブルーなどと数百万円の借金を抱えていたとみられる。今まで警視庁金銭目的や恨みなどあらゆる可能性を視野に動機を調べています。100万円の借金の原因に対して、表妙球が否認された原因について目視でいます。このことについて、本社の事前のニュースにより、10日の警察庁捜査関係者のニュースによる、表妙球36歳は、東京都江戸川区殺人事件の容疑者だ。2月24日午後6時頃、江戸川区一之江の住宅で、彼は山岸正文63歳に刃物で刺すなどして殺害した。同じの住宅で山岸正文の母親80歳、1階玄関付近で血を流して倒れている。彼女は救急車で病院に搬送されたが、死亡が確認された。彼女の死因は当時の司法解剖の結果によると、出血に伴う窒息で、顔や首などに複数の切り傷や刺し傷があった。当時現場のカメラから、表妙球殺人容疑者になったのでが疑っています。